アヤソフィアはトルコ共和国のイスタンブールにあるモスク。2020年7月までは博物館であった。もともとは東ローマ帝国時代に首都コンスタンティノープルで建てられたキリストノリマサ教会の大聖堂を起源とし、帝国第一の格式を誇る教会、コンスタンティノープル総主教座の所在地であったが、1204年から1261年までは、 ラテン帝国支配下において、ローマカトリックの京都大聖堂とされていた。その後は、オスマン帝国によるコンスタンティノープルの陥落が起きた1453年5月29日から1931年までの、長期間にわたりイスラム教モスクとして、改築を繰り返し使用されて、現在の特徴的な姿となった。トルコ共和国政府は1935年2月1日、 世俗的な博物館とし、それが2020年7月まで続いた。東ローマ帝国の代表的な遺構であり、しばしばビザンティン建築の最高傑作と評価される。その歴史と異様からオスマン帝国の時代においても第一級の格式を誇るモスクとして利用された。日本語では寛容的にハギアソフィアと呼称されるが、厳密にはトルコ語読みはアヤソフィア。 古典ギリシア語読みは、ハギアソフィア。現代ギリシア語読みでは、アイアソフィアに近い。聖教会では、アギアソフィア大聖堂と呼ばれ、ハギアソフィア大聖堂と表記されることも多い。アヤソフィア、あるいはハギアソフィアと命名された、教会堂建築は、ギリシアやトルコなど、かつての東ローマ帝国領内の各地に数多く、残されているが、単にアヤソフィアといった場合、 イスタンブールのアヤソフィアを指すことが一般的である。元来の名称であるハギアソフィアはギリシア語で聖なる英知を意味し、その中世の発音、アヤソフィアがトルコ語名、アヤソフィアの由来である。教会はサイン一体の第二にあたるロゴスに捧げられた、ものでロゴスが示すところのイエス・キリストの樹肉美である十二月二十五日に剣納された。時に使われるサンクタ、 ソフィアの名は殉教者ソフィアにちなんだと受け取られるが、ソフィアは、ラテン語で、知を意味し、ギリシア語表示のアルファータウガンマアルファータウシータイプシロンシグマファイアルファーは、神の聖なる H の神殿を表している。イエス・キリストを象徴する東に、イタリ聖書、西に、正面玄関を持つ、伝統的な平面構成だが、神道中央部に、巨大なドームがあり、 この点からビサンティン建築の典型とみなされる。創建当時は単純な四角形平面であったが、その後、東ローマ帝国、オスマン帝国の時代を通じて、周囲に様々な施設が建て増しされた。内壁は、基本的には、オスマン帝国時代に塗られた、漆喰仕上げ、大理石仕上げとなっているが、一部が剥がされ、東ローマ帝国時代のモザイク壁画が再び、 表面に現れた。イスラム教が偶像崇拝を禁じているため、2020年7月のモスクカ後、聖母子像や天使キリスト教における天使の絵はカーテンで隠された。アヤソフィアは建築の歴史を変えたとも評され、1520年にセビリア大聖堂が完成するまでは、世界最大の大聖堂の地位を1000年近く保っていた。 現在の建物は532年から537年にかけて東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世の命によって建設されたもので、この地に建てられた3代目の建物にあたり、以前の2代はいずれも暴動によって破壊された。デザインはギリシアの物理学者ミレトスのイシドロスと数学者トラレスのアンテミオスによってなされた。1985年。 イスタンブール歴史地域の一部として、ユネスコの世界遺産に登録された。旧ハギアソフィア大聖堂の移行415年に、テオドシウス2世によって再建された聖堂の一部、アヤソフィアは、元来、キリスト教の大聖堂である。最初の聖堂は、東ローマ帝国首都コンスタンティノープルに、コンスタンティヌス大帝の故コンスタンティウス2世の、 手によって350年頃に建設が始まり360年2月15日に、アリウス派僧領の司教アンティオケアのエウドクシオスによって、剣道された。単に大教会と呼ばれており、聖堂は再建されても常に巨大なものであったため、以後もほとんどこのように呼ばれている。この聖堂が最初からハギアソフィアと呼ばれていたのか、後の再建からハギアソフィアと命名されたのかは、わからない。 最初の教会堂は木造屋根を持ったバシリカだったらしく偉大な教会、またはラテン語でマグナエケレジアと呼ばれた。これは都市内にあったどの教会よりも大きな建物であったためである。今日ではその位置しか知られていない。404年にコンスタンティノープル大主教ヨアンネスクリュソストモス追放に伴う騒乱でこの聖堂が 消失すると、テオドシウス2世によって、すぐに再建が行われ、415年に建造された。この聖堂も現在のものとは全く違うバシリカであり、現在でも一列の円柱と柱もと、装飾された量が残っている。しかし、この聖堂も532年に1月の首都市民の反乱における放火で、皇帝宮殿の一部やアゲアイ,イ聖堂と共に、再び消失してしまう。 コンスタンティノープルのソクラテスが440年に、記したところによると、教会は346年に、コンスタンティウス2世によって建設されたという。しかし7世紀から8世紀以降からの区伝では、この大建築物は、コンスタンティヌス大帝によって建てられたという。ヨハネス・ゾナラスは2つの説を整合させ、コンスタンティウス2世は、 ニコメディアのエウセビオスが建納した建物が壊れたため修理をしたのだと述べた。エウセビオスは339年から341年にコンスタンティノープルの主教職を務め、大抵は337年に亡くなっているため最初の教会が大抵によって創建されたという考えは可能である。この最初の教会はコンスタンティノープル大主教のヨアンネス・クリソストモスが皇帝、 アルカディウスの日、アエリア・エウドキアと対立し404年6月20日に、追放処分に課せられた後に発生した暴動で、消失した。アヤソフィア大聖堂の内部に井戸の消失を経た後、ユスティニアヌス帝は直ちに再建することを決定し、その設計を義士、トラレスのアンテミオスとミレトスのイシドロスに委ねると、金に止めをつけず世界中から行員を集め、工事開始をせかした。 過去のパジリカ復旧ではなく全く新たに設計され、直した大聖堂の建設過程は、プロコピオスによって詳細に報告されている。両者は、地表の水平面を正確に計測し、ドームを支える、主支柱をレンガではなく大型の石材で造成する、ことによって、クリープによる変形や、乾燥収縮が起きないようにした。このように緻密に建設を進めたにもかかわらず、 ドーム下部のアーチ加工に差し掛かると、建物は変形し始め、各所で亀裂や破壊が起こったとされている。プロコピオスによると、東側の大アーチの工事が完成しないうちに、これを支える支柱が外側に傾き始め、また、南と北のアーチは、養生段階で下部のティンパルムに過大な荷重をかけた、ため、窓の円柱か二階廊下の円柱が破壊し始めた。それでも、 巨大なバットレスをドーム直下にまで補強するなどの方法によって高さ41.5メートルのドームは建設された。工事は5年11ヶ月という短期間で終了し、537年12月27日、ユスティニアヌステを迎え、創主教メナスによる剣道式を迎えた。この時ユスティニアヌスは、古代イスラエル王国のソロモン神殿を凌駕する、 制度を立てたという思いから、ソロモミを、世は何時にかてり、と叫んだと伝えられている。プロコピオスは、著書、建築についてにて、計算された巧みな比率を持ち、比率要項が豊かに差し込む、街道内部を美の殿堂と称え、中央の半球上ドームはまるで金の鎖で、天空から吊るされたようだと感想を述べた。しかし、計画では深淵になるはずだったドームは、 建築中の歪みによって南北に2メートル程度長い楕円型になっており、またドーム規模に現在よりも大きな開口部を設けていたため、553年から頻発した地震によって亀裂を生じた。特に557年12月14日の地震によって聖堂は大きなダメージを受け、558年5月7日に東側のアーチと半ドーム、そして 中央ドームの半分が崩壊した。この崩落の主な原因は、非常に重い支持構造と平たいドームの重さによる強い洗断荷重であった。これらがドームを支えていたアーチに変形を引き起こした。再建工事は直ちに着手され、残存していたドームは取り除かれた。現在に見るドームは、小、石泥すら専門家によって、内壁を補強した上にかけられた第二ドームである。 彼らは、旧来のドームにあった、構造上の弱点を分析し、まずアーチの壁庫を調整して、ドーム基部を正方形に近づけ、元よりも約6.4メートル高いドームを構築し、現在に至る高さ55.6メートルへ改めた。また、軽量の建築材料を用いる工夫も施し、形状モリブ構造とペンデンティーブを備えるものに改良し、 その直径も32.7から33.5メートルとなった。ドーム再建後、562年12月24日に、新たに、剣道式が行われ、賞賛の合唱の中ユスティニアヌスは総主教、エウティキオスと共に戦車に乗って道内に入ったとされる。このドームは989年10月26日と1346年5月19日に、 大規模な崩落を起こしており、10世紀の崩落では、ドーム西側3分の1を、14世紀の崩落では、南東方向の半分を失った。その際、基本的なデザインを維持したまま修復されたが、ドームの開口部は段階的に縮小された。また、563年には、小石ドロスによって、外側にドーム基部まで立ち上がる4基の登場バットレスが、建設された。 これは、現在3基が現存しており、道内の4つの支柱に対応し、内部には折れ曲がった階段がある。その後も補強を目的とした構造物の増築は続き、特に9世紀に行われた南北の金パヌムは、大規模な工事となった。726年、皇帝レオーン3世は、イコノクラスムを先導し、一連の直令を発する中で、軍に、 すべてのイコンを除く命令を下した。これによって、すべての宗教画や像は、アヤソフィアから取り除かれた。イコノクラスムは、レオーニ4世の皇后、エーレンレイが主導した787年の第二二回アコ会議で一旦収束したが、829年に、即位した皇帝、テオフィロスはイスラム美術の影響を強く受け、生物の表現一切を禁じた。 1989年10月25日の大地震は西側ドームのアーチ部分を崩落させた。皇帝バシレオス2世はアルメニア人建築家であり、アニア、アグリナの境界建設を行ったアルメニア人のアルキテクトのトルダトに修復の手動を依頼した。トルダトは落下したドームのアーチを再建し、補強を施し、さらに西側のドーム15機にもリブ構造を導入した。 この工事には6年が費やされ、994年5月13日に完成した。この時、4大天使の絵画を含む装飾にも手が加えられ、ドーム部分のキリストや、工人の使徒ペテロとパウロの間で、キリストを抱いた聖母マリアが加えられた。側面の大きなアーチには、預言者や恐怖らの絵画が施された。ユスティニアヌスによって再建された、アヤソフィア大聖堂は、 コンスタンティノープル総主教庁の所在地として、聖教会第一の格式を誇り、また東ローマ帝国の諸皇帝の霊廟として、用いられた。コンスタンティノープルを訪れた人々の巡礼記録から、聖堂内には現在では失われた施設、聖遺物があったことが知られる。14世紀にコンスタンティノープルを訪れた、ロシア人スモレンスクのイグナティオスの記録では、聖堂内部には、 多くの礼拝堂が設けられ、ノアの箱船の扉や、イエス・キリストが貼り付けにされた、聖十字架、アブラハムのテーブルなど、多くの繊維物が安置されていた。また、この時代は隣に宗主教の宮殿が併設されており、内ナルテクス南端の、現在では、出入り口となっている部分は、宗主教宮殿への通路となっていた。アヤソフィアは13世紀、 ラテン帝国の支配にあった1204から1261年にはカトリックの影響下に置かれた。1261年の奪還後、床の装飾の一部にボードアン一世の母碑文はビザンティンの人々が吐き捨てる唾にさらされた。奪回した時、教会は荒れ果てた状態にあった。1317年、アンドロニコス二世。 パレオロゴスは亡き日ビオランテ・ディモンフェラートの遺産を使い、教会の東と北に4つのバットレスを新設した。アヤソフィアのミナレットアヤソフィアのミフラーブ1453年、オスマン帝国皇帝メフメト2世は、コンスタンティノープルをイスラムの勢力下に収めるため包囲した。後に彼自身が後悔することになるが、メフメト2世は、 都市の占領が成し遂げられれば、3日間の略奪行為を許すと軍に告げた。アヤソフィアも例外ではなく、むしろ都市の宝物が収めてあると考えられ、強敵にされた。コンスタンティノープルの防衛網が崩れると、略奪者らはアヤソフィアへ押し寄せ、ドアを叩き壊した。教会に避難していた防衛の役に立たない多くの者たちは、 教会に集まった人々もろとも侵略者の戦利品になり、虐殺されるか奴隷として、鎖につながれ、建物も荒らされ略奪された。キリスト教聖職者らは侵略者が妨害するまで祈り続けていた。メフメト2世は家臣らと到着すると、アヤソフィアをイスラム教のモスクに作り変えると宣言した。すると、ウラマーの一人が、聖壇に上がり、シャハーダの暗唱が行われた。 こうして5月29日、コンスタンティノープルの陥落を成し遂げた、メフメト二世は、その日の午後に、地入場するとすぐに、この大聖堂に赴き、大聖堂入り口の土を、自らのターバンに振りかけて堂内に入り、コンスタンティノポリス総主教庁から大聖堂を、接収して、モスクへ転用することを宣言した。この時に、アヤソフィア大聖堂に接続する総主教官は、破壊され、 アヤソフィア内部は十字架が取り外され、真っ赤の方向を示すくぼみであるミフラーブが加えられた。だが、内部の改修は必要最低限にとどめられたことは、壁岸の聖人、恐怖像が現存していることから伺える。その後、四本のミナレットが建設され、南には帝国王室の墓所に使われた。礼拝堂内にはミンバルと呼ばれる説教団も取り付けられた。 アヤソフィア・ジャミーと呼ばれるようになった、この聖堂はトップカップ宮殿の側に位置し、オスマン帝国の君主が毎週の金曜礼拝に訪れ、帝国において最も格式の高いモスクの一つとされた。しかしその状態は、例えばコルドバのペドロ・タファやフィレンツェのクリストフォロ・ボンデル・モンティなど西側のからの旅行者が記したように、教会は荒廃するに任され、 扉が外されたまま放置された箇所もあった。建物の手入れと改築を命じた、メフメト2世は、同年6月1日には、最初の金曜礼拝に赴いた。アヤソフィアは、コンスタンティノープルにおける、オスマン帝国初のモスクとなった。1481年までに、南西の階段塔の上に、ミナレットが建設された。時代のスルターンである、 バヤジト2世はミナレットを北東角に設置した。このうち一つは1509年のイスタンブール地震で倒壊したが、16世紀半ば前後に建物の東西部分に新設されたミナレットと対角線上にあたる部分に移設された。16世紀にはスレーマン1世が征服したハンガリーから2基の巨大な食材を持ち帰り、ミフラーブの両脇に据えた。 セリム2世時代には建物に劣化が見え始め、建築家である世界初の地震対策技術者とも評された見回る水難が主導した外部からの補強構造追加など幅広い補修工事が行われた。水難は歴史的なビサンティン建築の生誕に2基の大きなミナレットを据え、さらにスルターンの特別席が作られた。南東の建物では、 1576から1577年にセリム二世のトゥルベを据えるため、1年前に S 字型の角にあった総主教のトゥルベが取り壊された。ドームの頂上には金の三日月が取り付けられ、これが反射する光が届く35アルシン幅の建物周辺からは当時建っていたすべての家屋が取り除かれた。ここには後にオスマン帝国の王女43人のトゥルベも、 追加された。1594年には、宮廷建築家のダブッドアーが、皇帝村と三世とバリデである、サフィエスルタンの命を受け、皇帝のトゥルベを建設した。その横の八角形の三笹には彼らの息子目フメと三世と彼のバリデが葬られたが、これは1608年に、王室建築家のダルグチャハメッドアーの手による。時代の皇帝ムスタファ一世のトゥルベは、 全霊堂を作り変えて設けられた。村と三世はまた、ペルガモンから、ヘレニズム町のアラバスター製壺を二つ移し、本堂の両端に据えた。1717 17年、アフメト三世は、内装のひどく損傷した漆喰の補修を命じ、多くのモザイク画が、モスクの作業者らによる破壊から守られ保存されることに、間接的ながら貢献した。事実、モザイク画の石は、 タリスマンと信じられ、訪問者へ売られることが横行していた。1847年、アブデュルメジト一世の命により、イタリア人建築家、ガスパーレ・フォッサーティによって構造的な補強が行われ、ドームの水平水力に対抗するため、ドーム基部に鉄製の環状補強材が埋め込まれたが、これはあまり有効に機能していないことが判明している。 主中にムハンマドと聖党カリフの名を記した円形の額が取り付けられたのも、この補修の時である。フォッサーティは工事の内容をまとめて、書籍出版を準備し、同じ頃、ドイツ人建築家ザルツェンブルグも別に調査を許され、フォッサーティは、大番の再色図集を、ザルツェンブルグも大番の研究所をそれぞれ発行した。第一次世界大戦で、 オスマン帝国は敗戦国となって滅び、代わって世俗主義的なトルコ共和国が建国された。オスマン帝国滅亡から12年後の1934年、トルコ共和国の建国者にして、初代大統領ムスタファケマルアタチュルクによって、アヤソフィアジャミーは世俗化され、翌年に博物館として公開した。長年敷かれていたカーペットが取り払われて、 大理石の床のオンファリオンや除去された白漆喰が覆っていた多くのモザイク画が姿を表した。しかし建物の構造には劣化が見られ、ワールドモニュメント財団は1996年と1998年のワールドモニュメントウォッチに記載された。建物の銅製の屋根にはクラックが入り、そこから染み込んだ水がフレスコ画やモザイク画を伝って流れ落ちていた。 同様に湿気は下からも上がって、モザイク画に影響していた。さらに地下水が上がって記念的建造物内部の湿度上昇に結びつき、石材や塗料を脅かしていた。アメリカンエキスプレス社の資金援助を受け、WMF は1997年から2002年にかけて修復のための費用を交付すると保証した。第1段階として、 天井部分のひび割れ修繕と構造の安定化工事がトルコ文化館交渉参加の下で行われた。第2段階はドーム内部の保存のため若いトルコ人博物館学芸員を雇用して訓練する機械を設けモザイク画の保護体制を確立した。2006年までに WMF のプロジェクトは完遂したが他の部分にも引き続き保存活動が求められている。 現代トルコにおいて、アヤソフィアの建物を、モスクや教会など、宗教的行事の場として使うことは厳しく、禁じられてきた。しかし2006年に、トルコ政府は、博物館内の小部屋を、キリスト教徒やイスラム教徒のスタッフが祈りを捧げる、場所として、使えるよう許可を出したと伝えられた。イスラム会議を進めるレジェップ・タイップ、エルドアン大統領は2019年3月、 アヤソフィアをモスクへ戻す方針を宣言し、トルコ政府は2020年5月29日、アヤソフィアを会場に、コンスタンティノープル征服567周年記念式典を開いた。ここで、イスラム教の聖典、コーランを朗読し、ギリシャ共和国政府は、世界中のキリスト教徒への侮辱と抗議した。2020年7月10日、 トルコの裁判所はモスクから博物館に地位を変更したのは不当だとして、現地のイスラム系団体が提訴していた問題で、イスラム系団体の訴えを認める判断を下した。これを受けて、エルドアン大統領は同日、アヤソフィアをモスクとする大統領令に署名した。2020年7月24日、アヤソフィアはモスクに回帰して、 アヤソフィア・ジャーミーとなり、86年ぶりとなる金曜礼拝が行われた。エルドアン大統領、フアトーク対副大統領、トルコ大国民議会のムスタファ・シェントプ議長、保健省のファフレッティン・コジャ大臣、大統領府通信局のファフレッティン・ワルトゥン局長、民族主義者行動党のデブレトバ・フチェリー党首も、アヤソフィア・ジャーミーを訪れた。アヤソフィアのツイッターアカウント、 エルドアン大統領のツイッターアカウントや政権与党の公正発展等の YouTube チャンネルにもアヤソフィアでの金曜礼拝の様子をストリーミング中継した。なお、キリスト教のモザイク画については礼拝時には布で覆いがかけられることになったが、トルコ政府はモスクカ後も外国人や観光客の立ち入りを認める方針を示しており礼拝以外の時間帯は観覧できる。 これには国内外で根強いモスク海の反発を最小限に抑える狙いがあるとされているが観光客の入場料が無料化されることから年間60億円の収入源は確実と報じられている。アヤソフや平面図東側がイタリス聖書西側が正面入り口平面は集中式プランとバシリカ式プランの融合を特色としているがそれまでのローマ帝国 東ローマ帝国時代において、この建築物に類例するプランは存在していなかった。聖教会の規範に従い、教会は西を開口部とし、東に至り聖書を備えている。聖書と正面入り口の前に啓蒙書と呼ばれる祭刊があり、大聖堂として使われていた当時は、信者でない者はここから先に入ることを許されなかった。現在は失われているが、 啓蒙所の前にはアトリウムがあった。基本的には長方形平面であるが、内部立面のアーケードやアーチによる曲線、ことに、イシドロスとアンテミオスによって計画された30.95メートル四方形の上部のドーム、さらに後補強のために周囲に配された多くのバットレスによって、建物全体が方形であることの印象は受けない。構造的に最も特徴的なのは、 正方形のプランの上にドームが乗っていることである。それまでドーム建築はローマのパンテオンに見られるよう単純にドームの平面型と同じ円形プランで構成されていたがビサンチンの建築家はドームの円形と正方形の隙間にできる三角形部分をペンデンティブという指示方法で埋めることにより解決した。さらにアヤソフィアでは中央の大ドームを受けるのに 平面の正方形の四辺に当たるところに、それぞれ大アーチをかけ、ドームの重さによる外側への水平水力については、南北は2階の回廊をまたぐ巨大な控え壁、東西は大アーチの形をそのまま展開した半円形のドームで受けるという多種多彩な構造を用いている。これら重層的な構造と、中央の大ドームの基部に円形に並べられた小窓などにより、外観、 内観ともそれまでにない光に満ちた豊かな建築空間を出現させた。西洋建築史においては、アヤソフィアによって古代は終わり、中世が始まったとも言われる。しかし、この斬新な構造は、論理性はともかく、強度的には不十分で、前述のように地震によるドームの崩落のほか、多くのバットレスの追加などを余儀なくさせ、この建物の外観を、 最初の構想、及び、竣工当時からとは違うものにしてしまっている。主構造は、石積み作りのほか、ローマ帝国で発展した積み重ねた焼きレンガを型枠として、その中にコンクリートを充填する方法をとっている。これが、漱石像の建物と違い、工事期間の短かった理由である。ローマンコンクリートも参照。 切断図大ドームは常日の通り558年に崩落し、その後も地震による部分的な崩壊を経験しているが、基本的な構成は537年に建設された当時のままである。最高によって光のあふれるアヤソフィアのドームは天から吊り下げられた円外とされ、それがあまりにも印象的であるため、以後のビザンティン教会堂及び礼拝堂では、 塩外が建築平面の中心部に必ずと言って良いほど廃されるようになる。アヤソフィアは集中方式による教会建築としては最大級のものに属する。これ以降、東ローマ帝国ではアヤソフィアに匹敵する建築物、あるいはこれを一回り縮小した規模のものさえも作られなかった。オスマン帝国時代になってからは、 ブルーモスクのように明らかにアヤソフィアに影響を受けた様式のモスクが建造された。今日、建築物の外観は漆喰で塗り込められ、紙辺をオスマン時代に建設されたミナレットによって囲まれているが、イスタンブールの辿ってきた歴史の変遷を考えれば、この境界道が残っていること自体、ほとんど奇跡であると言って良い。すべては、 中世キリスト教徒のたゆまぬ修復とイスラム教徒のこの建築物に対する異形の念のたまものである。アヤソフィア内部北面アーケードとティンパノム、アプスハンドームにある聖母子のモザイクがティンパノムのモザイクがヨハネスクリソストモス南入り口のキリストと皇帝のモザイクがアヤソフィア内部のキリストと皇帝コンスタンティノス九世、ゾエ夫妻のモザイクが聖母子と十二世紀の皇帝。 ヨハネス2世、コムネノス夫妻のモザイクが、レーシスの、モザイクイコンアヤソフィア博物館の内装は、ほぼモスク時代のものを踏襲し、2階までの壁面は、多色大理石と、金字モザイクで、その上部は、漆喰で飾られている。アーケードは、大理石の造眼細工で覆われ、古代建築から剥ぎ取られた、大理石円柱によって支えられているが、 中東部分は新規に制作されたアカンサスの葉の模様のある変形イオニア式でユスティニアヌスのモノグラムが刻まれている。つまり、この部分は創建当時のものである。プロコピオスによると、創建当時、ドームには巨大な十字架が描かれ、アプスには図像が配されていたらしい。このモザイクは、円外の放落や726年から843年の 製造破壊運動によって破壊されたが、プロコピオスやその他の同時代の人々の記録には、ドームの十字架以外についての記録がないため、そもそも創建当時、人物などのモザイクはなかったのではないかと考えられている。製造破壊運動の後は、様々なモザイク画が作成され、競争の一部を見ることができる。1453年にアヤソフィアは、 イスラム教のモスクとなったが、オスマン帝国はモザイクを破壊することはせず、漆喰で塗りつぶしていた。しかし、1847年から1849年のフォッサーティの回収作業の過程で壁面の調査も行われ、モザイクに感銘を受けたアブギルメジト一世の命により、漆喰が剥がされ、本格的な調査が行われた。当時はまだアヤソフィアは、 モスクとして利用されていたため、この調査記録がまとめられた後、道内壁面は再び漆喰が塗られた。トルコ革命後、1931年に、アメリカ合衆国のトーマス・ウィットモア主催のビザンティン研究所がモザイクの調査を行い、1935年には、トルコ共和国政府の手で、アイヤソフィアは無宗教の文化財として公開された。その後、 ビザンティン研究所は1950年代までモザイクの調査と漆喰の除去を行った。20世紀後半には歴史的建造物の保存に力が注がれるようになった。アヤソフィアの内部は各所に痛みが見られ、内部円柱の傾きやドームの歪みなどが発見されている。これらの主な原因は短期間で完成させた。 工事によるもので、レンガの間に盛られたモルタルがほぼレンガと同じくらい厚く、しかも十分な乾燥を待たずどんどん積み上げられたために、長い間にクリープ現象が進んだものと考えられる。それでも大規模な崩壊が起きなかったことは、6世紀の設計が優れていった証査になる。1990年からは、トルコと日本の国際共同学術調査が開始された。 大聖堂内部には、教少数かつ断片的にではあるが、キリスト教聖堂であった頃のモザイク画が残っている。モザイク画のクローズアップを見るには、トルコ人、ファインアート写真家のアフメト・エルトゥーの写真がアヤソフィア、北のギャラリーで常設展示されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。